難読漢字読めますか？難しい読みの日常語漢字が全部で24問です。では始めましょう。第1問、この漢字なんて読む？正解は千箱木。稲麦の脱穀機です。第2問、この漢字何と読むでしょう？正解は焙煎。コーヒー豆などを放置ていることです。第3問、これ何と読むでしょう？正解はエビラ。矢を入れて背に追う道具です。第4問、これ何と読むでしょう？正解はホシカ。イワシを干して乾燥させた後に固めて作った肥料です。第5問、この漢字何と読むでしょう？正解は冬味。穀物からシイナ、モミなどを吹き分ける道具です。第6問、これ何と読む？正解は楮。クワ科の落葉低木です。第7問、この漢字何と読むでしょう？正解は第三。素晴らしいものとして褒め称えることです。第8問、この漢字何と読むでしょう？正解は放辣。欲しいままに振る舞って酒や女に溺れることです。第9問、この漢字何と読むでしょう？正解は苦血。直接口で言い伝える秘訣です。第10問、これ何と読むでしょう？正解はホテル。顔、体などが熱くなることです。第11問、この漢字何と読むでしょう？正解は統帥。軍隊を統率し指揮することです。第12問、この漢字何と読む？正解は北敵。昔の中国人が異民族を蔑んで称した語です。第13問、
漢字なんと読む？正解は柏。灰色が茶褐色の鶏、またその肉のことです。第14問、これ何と読むでしょう？正解は小村。すねの裏側の膨れた部分、ふくらはぎのことです。第15問、この漢字何と読むでしょう？正解は土蜘蛛。地蜘蛛の別名です。第16問、これ何と読む？正解は松ぼっくり。松の果実のようなもののことです。第17問、この漢字何と読みますか？正解は閉じる。離れ離れのものを綴り合わせることです。第18問、これ何と読むでしょう？正解はねじる。指先でつまんで回すことです。第19問、この漢字何と読みますか？正解はかがり火。夜間の警護、照明や漁漁などのために焚く火です。第20問、これ何と読みますか？正解は人となり。生まれつき生来の太刀ということです。第21問、この漢字何と読むでしょう？正解はいずれ。どっち、はっきりと定めずに物事を指す言葉です。第22問、この漢字何と読みますか？正解はぬえ。正体がつかめない、はっきりしない物事、人のことです。第23問、この漢字何と読む？正解は出色。際立って他より優れていることです。第24問、最後の問題です。この漢字何と読む？正解はわきまえる。物事の違いを見分ける、区別するということです。